ウィリアム・マッキンリー・ベナブルはアメリカ合衆国アリゾナ州出身の元プロ野球選手。チワロッテ・マリーンズでの登録名はマックス。息子のウィル・ベナブルもメジャーリーガーで2008年にサンディエゴ・パドレスでメジャーデビューしている。1976年の MLB ドラフト3巡目でロサンゼルス・ドジャースに指名され契約。1979年にサンフランシスコ・ジャイアンツに 移籍し、同年に、メジャー初昇格。1984年にモントリオールエクスポズ。1985年に、シンシナティレッツ。1989年に、カリフォルニア・エンゼルスと渡り歩き。メジャーでは、瞬速の外野手として、実動12年間プレーした。1992年に、チバロッテマリーンズに入団し、来日。主軸としてプレーしたが、 目立った成績を残すことはなく、翌1993年に退団し、帰国。2005年からは、サンディエゴパドレス参加のマイナーリーグ各チームで、打撃コーチを務めている。2008年と2009年は、トリプル A 級ポートランドでコーチを務めていたが、監督は同じクロッテでのプレー経験のある、ランディレディだった。2010年からは、A 級サンアントニオのコーチを務めている。 2012年、韓国プロ野球、s k ワイバーンズの周期キャンプで打撃インストラクターを務め、2013年には SK の一軍打撃コーチを務めた。ロッテでの応援歌の原曲は、アストロノウツの楽曲、太陽の彼方に。1993年6月22日の対、近鉄戦で、高村優から死球を受け撃度、その際止めに入った、近鉄の保守。 山下和彦に暴行を働いたことから、両軍入り乱れての乱闘に発展。その後、マックス、山下ともども退場処分を受けた。なお、この乱闘時に、ロッテの同じ外国人選手のメルホールも、マックス以上に山下に暴行を働いていたが退場にはならなかった。ホールとの中は非常に悪く、打席が終わると、ベンチを素通りし、ロッカールームで、 テレビゲームをしていたホールの態度に激怒し、掴み合いの喧嘩になったことがある。しかし、普段は滅多なことで起こらないほど温厚な人柄である。1992年から1993年まで在籍していた同じ外国人選手のダリル・モトリーとは、風貌、体型が似ているとして、プロ野球チプレイ・ープレー対象で話題になった。ありがとうございます。